とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、シーズン4のタワー攻略、やっていきましょう。今日は、15階から21階。まあ、終盤戦ですね。やっていきましょう。まず、14階の報酬で、これ。スペランカーアーマーですね。ゲットしておきましょう。クールダウンがつきますので、結構使えます。もうこれをね、一番最後まで着ていくので、愛着を持って使っていってくださいよ。クールダウン入れてください。そして、俺はラッシュをここで入れていきます。クールダウン3。で、ラッシュですね。で、ここ、ボスです。地雷で一発で倒せません。なので、出てきた時にドラを使って、乱射のクロスボウでとにかく倒す。です。今のはね、うまいこと言ったけども、逃げられることもあります。とにかく一体だけでも、ドラを使って、ハープクロスボウでバシッと倒しておいてください。まあ今のはいい感じで2体倒せました。ということで、ボスはしまいです。16回行きましょう。で、ここで、ようやく出ました。愛のメダル。汚染された種と愛のメダルを交換しましょう。はい。で、こっからはね、まあ、序盤中盤と同じく、壁を使って戦っていくんですけども、それプラスで、愛のメダルっていう武器が出てきてます。愛のメダルで敵を、仲間にして、うまいこと立ち回っていきましょうね。できれば、略奪者みたいなやつを仲間にすると、いい感じにダメージを与えれるんだけども、まあ、危なくなったら、どんどん使っていっていいです。クールダウンついてます。あ、ミスった、もう。このアーティファクトのさ、俺場所がちょっといかんわ。うん。アーティファクトの場所いかんな。ちょっとダメだな。アーティファクトを使うのをミスっちゃうんだよね。いけ。はい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 。任せたよ。あそこうまいことね、略奪者が仲間になってればもうちょっと早くいけるんだけどね。あいつは強いから。あいつはものすごく働いてくれる。あーやばい、あぶねー。よし、OK。氷危ないよ。で、あ、ここ、階段になってます。この上に、結構敵がいるので、早めに、愛のメダルで仲間にしてあげましょう。なら勝手に暴れてくれるんで、お任せしちゃって大丈夫です。うん。もう、敵のね、攻撃力が、かなり半端ないことになってるのよ。この辺って。もらっちゃうとかなりやばい感じになるので、愛のメダルで基本的に立ち回った方がいいですね。ミスった、もうなんで俺使うのミスるかな、なんでミスっちゃうかな。ちょっとアーティファクトの場所を変えよう。アーティファクトの場所変えないとこれちょっと使いにく。愛のメダルを、一番前にしとくか。間違って使っちゃうな。まあ、とりあえずクリアっすね。で、ここ、乱射に変えたいところなんだけども、ダメージ的にはハープクロスボウの方が上なので、ここはそのままでいいです。んでもって、アイテムボーナス。に入れときましょう。かなり使えます。で、ここ。ロイヤルガードたくさん出てきます。もう惜しげもなく、弓を使って倒していってください。うん。まあ、愛のメダルもね、使って OK です。あー、もう愛のメダルをちょっと場所変えたかったな。で、エンチャンターがいるんで、エンチャンターをできれば早めに処理できればいいですね。後々になると
敵がだいぶ強化されるんで、めんどくさいことになります。よっしゃ、もうとにかくここら辺からは矢を、全く温存しなくていいんで、どんどん使っていきましょう。まあボスでも結構使うんで、ボス用のね矢は残しといた方がいいと思うけど、うん、でもまあやられるよりはマシなので、とにかく矢は使っていってください。で、ここ報酬いりません。ここいらないですね。で、ここも矢を結構使っていっていいです。敵かなりここの船のところから出てくるんで、うまいこと立ち回ってください。愛のメダルと、乱射のクロスボウあれば全然問題なくいけると思うんで、で仲間にするならばこの略奪者がおすすめですね。よっしゃ、危ない、お前も危ないぞ。よし、いいかな、いけ。もう愛のメダル間違えるな、愛のメダル間違えちゃうな。ちょっと次場所変えます、じゃないとちょっとやりにくい。じゃあとあとお前で終わりかな。いや、まだいる。あー、いたいた、お前でおしまいか。じゃあ愛のメダルを変えときましょう。いや、まだいる。え、どこ。あー、いたいたいた、お前か。はい、おしまい。ちょっと使いにくいんでチェンジしますね。これアーティファクトミスるとね、結構致命傷になることあるので、まあ、自分の使いやすい場所に、変えときましょう。ここも何も必要ありません。んーで、エンチャントでおすすめは、連鎖反応もしくは相手のボーナスを入れてもいいと思います。俺は連鎖反応をとりあえず入れとくかな。ダメージが上がるので、使いやすくなります。で、ここ、ロイヤルガードの槍バージョンのやつが出ます。あいつが、反射をもともとつけてるのかな、変更がもともとついてるので結構めんどくさい敵です。できる限り愛のメダルを使って、仲間にしましょう。そうすると敵をバッタバッタ倒してくれるんで、すげえ強いです。あいつ極力なら仲間にした方がいいけども、そううまいこといかないっていうこともあるのよね。いたいたいた、画面の端の方からこっちに向かって進んできてる。ここも矢はね、基本的に、使っていってください。危ない、よっしゃ、いけいけ、ナイス。お前には期待してるよ。よし、オッケー。でネクロマンサー、あいつは注意、敵がとにかく増えてくるんで極力早めに処理ですね。終わりか。はい、まあ、ここ注意なのはロイヤルガードの槍のやつ。あいつはもうとにかく強いので、自分と1対1で戦うっていうことはやめた方がいいです。愛のメダルが効果的で、ネクロマンサーだね。ネクロマンサー2体いるので早めに倒しましょう。まあドラを使って近距離からハーフクロスボウ使えば速攻倒せると思うんで、はい。で、ここも何もいりません。なしでいきましょう。んで、ここのパワーは矢の数による、矢の数がもうほんと20本とか少ない場合はささやく槍を上げましょう。で、今回みたいに、まあ、50本ぐらいあるってなればハープクロスボウ、これでいいと思います。はい。で、ここのボスは地雷でワンパンできます。なので地雷で倒しましょう。で、もしも地雷ミスっちゃった時に、普通の戦いになるんで、その時はドラを使って、近距離から
ハープクロスボウをバシバシ打ち込んで倒していきましょう。ちょっとここのボスが出る場所俺忘れちゃったんだよな。どこら辺だったっけ。このトーテムの上側、ここの辺だった気がするんだけどな。まあ、ここはこれで覚えてください。あ、当たり。はい、倒した。トーテムの、左上ですね。トーテム左上に出るので、そこに地雷です。もしも外しちゃった場合はドラを使ってハープクロスボウで撃ちまくりましょう。だからそこそこ早く倒せると思います。ということで、今日は15回から21回までの攻略やってみました。途中ちょっと難しいところもありますけども、まあ矢を、惜しみなく使っていってください。弓で攻撃すると全然安全にいけると思うので、まあ、ボスはできるだけワンパンで倒すといいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。一応報酬を見てみましょう。何が出るかな。おっと